フリーのジャーナリストの田中隆作と申します。よろしくお願いいたします。東京都は、東電の東京電力の大株主ですが、田上さんは原発の再稼働どうお考えでしょうか。原発についてはですね、十分安全を確保して私は使うべきだという立場であります。日本ではこの放射能とかについ ついてですね、非常にこの非科学的な意見が今横行しているわけですね。例えば今福島原発で高濃度汚染水ということがもう毎日テレビで出ますけれども、この間もですね、高濃度汚染水が水1リットル中にストロンチウム190ベクレル含んでいると、これ高濃度汚染水と言われています。これはですね、日本の基準が1リットルあたり10ベクレルという基準があるんですね。だからその19倍のストロンチウムを含んでいるから高濃度汚染水ということになるわけです。じゃあ外国はどうなんだ。アメリカの基準はこれ1200で、ヨーロッパの基準は1000ベクレルなんですね。日本はその100倍以上厳しい基準を作ってるわけですね。で、これ科学的根拠があるのかとないんですね。だから高濃度汚染水はアメリカやヨーロッパに行けば別に汚染水にならないんですよね。で、こういうことがですね、この放射能とか原発については非常に私は多いと思っております。ですからこの十分な安全を科学的に検討してですね、私は原発を使えばいいというふうに思っております。